はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は2022年5月の動画まとめも兼ねまして、特に商品を Amazon で出品した後の販売戦略について、この動画をこの順序で見ていけばいいよという話をさせていただきます。昨日も生徒さんとスカイプさせていただいたんですが、私の悪い癖で、私の動画を見ていただいている前提でいろいろと話をしてしまうんですね。し しかしながら見ていらっしゃらないものもあれば、見てるんだけれども腹に落としきれていない動画もあると思いますし、何よりも私は自分が発信しているので、体系的にこの動画とこの動画とこの動画をこの順番で見ればいいって分かっているものの、生徒さんや他の視聴者の方ってその点ってよく分かりづらいと思います。正直それは私の至らぬ点かと存じますので、今回はこの動画をこの順序で見ていくと、出品後の販売戦略が スムーズににかつ効果的に進めるよといいう話をさせていただきま,すまず、商品を販売した後の販売戦略についての基本的な内容についてはこちらの2つの動画をご確認ください。端的に申し上げると出品後の販売戦略は3本の矢、3本の武器を使って攻めていきます。1つ目、セッション数と呼ばれる商品ページを訪れたお客様の数が20を下回っている場合はとにかくスポンサー広告をかけてお客様の目に 触れるようにしましょう路地裏の誰も人通りがないところで商品を売っていても全く売れないのと同じことで路地裏ではなく人通りの多い大通りにまずは商品を移動させましょう2つ目、セッション数は上がったけれどもまだ売れない場合はクーポンをかけましょうクーポンというのは3ドル引きだとか10%オフというものなんですがこれはお得感を演出することができますお客さんが手に取ってくださっているのに買わないということは基本 基本的にににには価格に問題がががああるるる場合が多いいのでお得感ををセットにすすこととよって購買欲高めるという効果があります3つ目、広告をかけてもクーポンをかけても売れないということは、そもそも設定している価格が高すぎる可能性がありますので、セール価格設定を行って販売金額を一時的に下げましょう。このスポンサー広告、クーポン、セール価格設定のやり方について2つの動画でお話ししています。そして私は 私が最近4つ目の武器、4本目の矢としてお伝えしているのが法人価格設定になります。詳しくはこちらの動画でご確認いただければと思います。ただ、法人価格設定を行うためには、事前にアカウントの設定を一つ行っておく必要があります。そちらについては、このショート動画をご確認いただければ幸いです。ただ、ここで1点注意があって、法人価格設定などを行う、要するに価格について色々といじっていると、いつの まか出品価格のがが設定されていることがありますそしてこの出品価格の加減が現在販売している価格を上回っていると自動的に販売停止されてしまいます。販売停止されていてもセラーセントラル、amazon のセラー専用の管理仮面上では出品中というステータスになっているので気づかないこともありますのでそれについてはこちらの動画で詳しく説明ご確認いただければと思います。 今までお伝えした一連の流れ 広告、クーポン、セール価格設定、法人価格割引。この4つの流れで進んでいくというのが典型的な販売戦略ではあるものの、絶対的な販売戦略ではありません。要するに、この流れで進んでいったら、必ず全商品売れるというものではないということです。じゃあ、その場合、どのように臨機応変に他の販売戦略を検討していけばいいかと言いますと、在庫健全化ツール を使うやり方こちらについてはこの動画でご確認いただければ各商品どのような対策を進めていけばいいのかはっきりとわかりますのでご参考にしてくださいそして余談になるのですが amazon のセラーセントラル各々の画面はカスタマイズすることができます表示項目を変更することができるということですそれについてはこの動画をご確認いただくことでご自身が今行おうとしている作業や目的に応じて必要な項目を を表示させて不要な項目を非表示にする臨機応変に表示項目非表示項目をカスタマイズすることによって amazon 物販全体の作業が非常に効率的になりますので合わせてご確認いただければ幸いですというわけで今回は2022年5月にアップさせていただいた動画を中心に特に販売開始後の販売戦略についてどのように進んでいけばいいのかという話をさせていただきました今回の動画参考になった た方よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。